ユタ湖はユタ州最大の淡水湖であり、古代において流出する河川がなかったことから、ユタ州全域を覆うまでに巨大化したボンネビル湖が小さくなった名残である。北側の上段側から流出した水が、ボンネビル湖の最大の残存湖であるグレートソルト湖へと流れている。ユタ州北中部のユタ峡谷にたゆたうユタ湖の東部湖岸とアサッチ山脈の間には、プロボとオレ、 虫害が存在している。西部には、レイク山陸があり、湖南部に突き出し、ゴーシェン湾とリンカーンビーチを二分しているのが、ウエストマウンテンである。ユタコには浅くて、大きな二つの湾があり、戦術した南部のゴーシェン湾とホブル川が、流入している東部のプロボ湾である。ランドサットによるユタコの衛星写真。髪型には、グレートソルトコが見える。湖は、 非常に大きいが、水深は浅い。最大深度は4.27メートルで、平均水深は2.74メートルである。浅いために風によって、固定の堆積物が漂流しやすく、そのため湖水は常に濁った色を呈している。リンカーンビーチやサラトガスプリングズ周辺などでは、温泉が湧いており、地元住民の憩いの場となっている。 バード島南部リンカーンビーチのボート乗り場から北へ5キロメートル弱のところに、豊コ唯一の小島、バード島が存在する。この島には、木々が少々生えるだけで、リンカーンビーチからどうにか見える程度である。水位が上昇すると、バード島は完全に水没してしまい、生えている木々だけが、バード島の位置を特定する、視覚的な手がかりとなる。 バード島は釣り人にとって釣りポイントで人気を博している。ユタコに注ぎ込む主な川には、プロボ川、スパニッシュフォーク川、アメリカンフォーク川、ホップル川、ミルレース川、そしてカラント川がある。さらに小さな小川が湖に流入しており、各所で温水が湧き出している。ユタコからは、上段川が湖の北端から流出しており、その場所には、 水の流出量を調整するためのポンプステーションが設置されている。この上段川はユタ、ソルトレークシティの町を管流してグレートソルトレークの南端に流入している。湖で2番目に栄えるホワイトバスユタ湖の広大な湿地帯は渡り鳥のための貴重な休憩地であり繁殖地でもある。220種を超える鳥がここを訪れる。湖南端のゴーシェーン湾付近が ユタコ湿地保全区域に指定されている。しかし近年ユタバレー周辺で人口が急増しておりそのことが湖の生態系に悪影響を及ぼし始めている。湖の湾を堤防で囲う数々の計画が現在なされている。西武湖岸への近年の開発が湖横断道路建設の議論を後押ししている。現在までのところ、それにかかる莫大な費用、 環境問題発生の懸念そして反対する団体からの訴訟及び反対運動によりこれらの建設計画は進んでいない。ユタ湖には固有種の絶滅危惧種やすでに絶滅した種の魚が存在していた。合わせて13種いる固有種のうち、ジューンサッカー、ユタサッカーと呼ばれる2種の魚だけが現存しているが、湖の生態系に占める個体数の割合は1%にも満たない。 1881年に取り尽くされてしまった固有種に代わって鯉が放流され、今では鯉が湖の主たる生物となっている。個体数の割合では、鯉は実に90.9%という高い数値であり、いかに既存の固有種を駆逐しながら生態系を狂わせてしまったかがわかる。歴史的に見て、ボンネビルカットスロートトラウトがこの湖における。 食物連鎖の頂点をなす種であり、かつてはかなりの数が生息していた。このカットスロートトラウトの亜種は漁師によって大量に漁獲され、生息数が減少したことで1874年に保護法が制定されたが、漁獲禁止令が出たのは1897年になってからだった。1920年代までにこのカットスロートトラウトは、ユタから絶滅した。 現在この食物連鎖の頂点をなす種は、他から持ち込まれた、ブラックバスに似ている、ホワイトバス、およびオールアイである。2006年から、ユタの野生生物資源を担当する部門、オークチバスそして、ウォールアイが、個体数を増やしている。濃い固有種のボンネビルカットスロートトラウトが、乱獲により絶滅した後、食料元として1881年に導入された濃が、 ユタコで最大の個体数を誇っており、湖の生態系にかなりの悪影響を与えていると言われている。コイは生息個体数比率で91%、個体数にして750万匹に上るとされ、平均的なユタコ産のコイの重量は 2.4kg、総計で1万8000トン以上になると見積もられている。コイは固定で餌をあさるため固定の泥を巻き上げ、それが原因で、 湖の濁りを強める一員を作り上げている。さらに、固定の泥を固着させ、また小魚の住みかを提供している水草を次々と食べすなどっている。これらの水草が減ったため、湖面の風で水がかき回され、水が褐色に濁り、太陽光が固定まで届かないために、残りの水草が生育に支障をきたすという悪循環が生まれている。 住処を追われた固有種の小魚は容易にホワイトバスやウォールアイ、コイやその他の肉食魚の餌食になってしまっている。以上のような影響をもたらしているためコイの生息数を減らす試みを現在試案中であり、コイを動物の餌に加工して販売したりする案が考えられている。この目的は外来の肉食魚を除去して一度は、 湖から姿を消したボンネビルカットスロートトラウトなどのユタコ固有種が生育しやすい、本来の姿を取り戻すということにある。ユタコに生息する鯉から環境保護庁が定める1日に摂取が許される、規定量の2倍のポリエンカビフェニルが検出されたことを受けて2006年5月16日にユタコで漁獲された魚の消費に関する勧告が出された。 この勧告が出されたにもかかわらず合衆国保健省の毒物学者、ジャクソンスコールは、鯉から検出された PCB の量は EPA に定められているガムを発症させる量に達しておらず、PCB が人体にどのような悪影響を与えるのか慎重に調査する必要があるとして、ユタコの鯉を食べることで健康に大きなリスクは発生しないと発表している。鯉への調査は、 鯉の個体数を減らすために人間や動物の食料として鯉が安全かどうかを調査するために行われたものであり、水銀を含む調査項目の中で PCB のみが高い数値を表した。鯉から高い濃度の PCB が検出されたことで他の湖の魚も PCB に汚染されているのではないかと懸念が広がっている。2006年には大がかりな調査が実行され、 もし可能であるならば、どこから PCB 汚染が広まっているのかを突き止めるという。プロボーレム大都市圏に近いため、ユタコは近隣に住む人々に、格好のウォータースポーツスポットを提供している。人気のウォータースポーツは、ボート競技、カヌー、ウォータースキーそして釣りなどである。ユタコのマリーナは、東武湖岸のユタコ州立公園に位置しており、近くでは、 プロボ川が湖へと流入している。しかし、水質の悪化で湖でのスポーツは、かつてほどの人気はなくなってきている。ありがとうございます。